巡回してますね。ある人は疲れて眠ってしまい、ソンスの駅で降りなければいけないのにまだ眠っている。でも起きようとはしないんですね。なぜならば、もう少しよく眠っていれば再びまた自分の乗っている電車がソンスの駅に来るからで、環状線というのはそういう同じところをぐるぐる何度も何度も回りますから、直線ではないですね。何回も何回も同じところを通る、そういう暇な人、時間のある方はそれでよろしいんですけれども、普通の乗客は目的を持って電車や汽車に乗りますから、同じところを何度も通過されては困りますね。私たちが乗り物に乗るときに、まずそれが安全であるかどうかという、で今まで地下鉄2号線はそんなに事故を起こしたことがないし、また今日一日を考えても午前中に事故のニュースを私たちは聞いておりません。それでいつものように安心して、ソウルの地下鉄2号線に乗ることができ、目的のソンスの駅まで来ることができました。電車というものはその2本の2つの線路の上を走ることによって、乗客も安心するし、また目的地に着くことができますね。この2つの線路というのは、車が動く上で不可欠なものであるんですね。世の中にはモノレールというのがあってですね、一つの車輪だけで、両方ではなくて片一方の車輪だけで動いているという、これは特別な乗り物と言わなければなりませんので、私たちはモノレールに安心して毎日乗っているわけにはまいりません。レールが2本あってこそ初めて乗客が安心して利用することができますね。今日の聖書の御言葉に、教会が成長すること、また成長したときに初代教会はどういうことをしたかということを私ども教えてくれております。教会ごとに彼らのために長老たちを任命し、教会ごととありますから、当時初代教会は弟子たちが熱心に伝道し、イエス様の十字架と復活のメッセージを伝えた結果として、あちらこちらに信徒の群れが生まれましたよ。それを今日私どもは教会と呼んでおります。人数の多い教会もあれば、それほど多くもない教会もあります。しかし教会のサイズ、大きさは大小あったにしても、教会ごとに彼らのために長老たちを任命しました。彼らのためというのは誰のことでしょう？長老さんのためですか？
そうではありません。教会ごとに彼らのために、それぞれの教会のために、その教会に集う生徒たちのために、長老さんを任命したということでありますね。内部的に教会がだんだん成長してきますと、長老を立てるということが行われます。教会は内部的な組織と外部的な組織があります、ね。まあ、今日的にはいろいろとグループがあり、教団は違いますけれども、大きい組織としてはそれぞれの教団というのがあります。しかし小さい組織としては、教団に所属しているにしても、私たちが直接こうして礼拝を守っている教会、これが内部的組織ということです。何々教団というのは全国組織でありますので、大きなグループになります。しかし自分が直接そこに出席して生徒たちと共に礼拝を守るというのは、私たちの内部的な直接的な組織ということがあります。当時組織が少し大きくなったとしても、すぐ教会とは言えませんでした。そしてそこにすぐ牧師や教職者を派遣することもできませんでした。そこで今日の御言葉にありますように、教会ごとに彼らのために長老たちを任命しました。この長老というのは神様によって、またイエス様によって建てられた働き人ですね。イエス様の命令をそれぞれの胸に伝えるところの大事な責任を与えられた方々です。今日の教会では組織がしっかり できる前は伝道者と言われておりました。私が所属しておった日本キリスト教団の教会は、生徒たちが20名ほど集まると、そこに教会という名前が与えられました。5名、10名、15名ぐらいのうちはまだ伝道所という、生徒たちの集まる伝道所という言い方でしたけれども、20名の生徒たちが集まることによって教会という名前が与えられ、そこに牧師を招くことができ、正式な教会としての形を整えることができました。そのような規則がまだ作られる前に、使徒行伝の初代教会の頃は、教会ごとに長老さんが任命された。そしてこの長老さんが今日的には牧師の働きをするわけですね。長老が任命され、断食をして祈り、彼らをその信じている主に委ねたというふうに進んでまいります。
今度は23節の後半の部分に移ってまいりましょう。断食をして祈りとありますね。断食というのは教会成長の必ずなすべき条件ではありませんでした。熱心に祈るということに、もう食事をするのも忘れてですね、食事をとる時間も惜しんで、祈り続けていたということです。教会成長における必須的な条件ではなくて、祈りの中の一部として食事まで捧げて、その時間と労力をも捧げて祈り続けたということであります。皆さん、お食事をとるということはどういうことですか？今日は女性の方々が中心となって準備をしなきゃなりませんね。言い方によっては食事の陰にいつも女性の苦労とかね、あるいは犠牲の上に立って食事がいただけるという場合、きちっと役割分担されていればよろしいんですけれども、役割分担が決められていないときは、大抵女性の方々がその労力を負担されてきましたね。断食をして祈り、私どもも今までさまざまな祈りの集い、祈祷会、祈祷聖会というのがありましたね。それが時として神様が祈りの霊を集中された時に、食事をも忘れて祈りに没頭する、祈りに集中するということがあります。初めから何々祈祷会は断食祈祷会ですからっていうのがあります。しかし食事の予定が組まれていて、組まれているにもかかわらず祈りの時間に食事が、時間が来てもまだ祈り続けているということがあります。神様が特別祈りの霊を注がれて、その場に祈り続けるという、これも一つの大きな恵みであります。私も何度もそういう経験がありました。お腹が空いたという、空腹という感じを忘れて、その祈りの課題の上に集中的に祈り続けるということがありましたね。皆様もそういう経験が終わりだったかもしれません。食事をとるのが不信仰とかですね、良くないということではないのですし、ちゃんとスケジュールにも食事の時間があり、祈りの時間、その次はお食事っていうふうにこう分かれているんですけれども、食事をとるのも忘れてその祈りの課題に集中するということが時々ありました。結果的に断食までして祈りに集中し、彼らをその信じている主に委ねた。23節前半は、長老たちが任命されて牧会者のような働きをするようになりました。そしてその長老さんたちの指導のもとで断食をしたり祈りを続けたり、そしてその群れの
方向性についてはその信じていた主に委ねたということですね。ここで長老さんたちの責任が非常に重くなっています。今日の牧師牧会者のように教会ごとに建てられた長老さんたちが、ある時は祈り、ある時は断食をし、そしてその祈りの方向性を信じている主に委ねたとあります。信じている主に委ねた。この主に委ねる信仰というのは、規則がある場合はその規則に従うんですけれども、この主に委ねるという信仰が強くなりますと、規則を上回ることがありますね。規則というのは人間の側で作るものでありますから、何時から何時までは何々の祈祷会、何時から何時までは食事の時間、またその次は何々の時間というふうに規則が作られますね。ところがここに23節後半にありますように、長老たちが任命されて祈りの時間が始まった。その時に彼らは断食をして祈り、祈り続けたということですね。そして彼らのその祈りの集会は信じている主に委ねられたというふうに続くわけで、私たちが集会の内容をいろいろ細かく決めるところがあります。今日一日午前中はこういうことだ、10時から11時まではこれこれで、11時から12時まではこれこれだ、しかして12時から1時間か1時間半ぐらい昼食の時間をとって、1時半から午後のスケジュールがまた行われるということが一般的でありますね。ところがこのような一般的な規則というものを祈りの時間によって変えられるということがしばしばあります。神様の特別な祈りの霊がその場に注がれて、祈り続けましょう。この問題について集中祈祷しましょう。でその出席者の方々も同じ気持ちで祈っておりましたから、もうみんながそうしましょう。断食をして祈り、彼らをその信じている主に委ねた。誰かが食事の時間は祈りをやめて食事にしましょうなんて言ったらしょうがないんですけれども、そのようなことを言う人がなくて、一人の長老閣の指導者リーダーの方が、大事なこの祈りの祈祷課題のためにみんなで集中的に祈り続けましょうって言った時に、みんながそうしてですね、食事も忘れて祈り続けましょう。本当に祈りの霊が注がれるというのは、主に委ねた結果としてその場が継続的な祈祷会に変えられることもありましょう。ユイムルをプリントをご覧になりますと、大きい2番目のところに主に委ねる信仰と書かれていますね。これは23節の後半の部分から書かれたものですけれども、
断食と祈りをした後、彼らをその信じている主に委ねた。長老さんたちが任命され、その後の祈祷会は任命された長老さんたちが指導していったわけでございます。そうしましたら、断食をし、祈りをし、こういう祈祷会がどこまで続き、どういう方向になるかということがについて、彼らをその出席していた方々ですね、彼らをその信じている主に委ねた。この2番目の印刷物をお読みしますとね、ここで生徒たちは個人的にも群れとしても自分たちの群れとしての能力を超えているので、これ以上は主の御手に委ねることを選択せざるを得なくなります。決められた時間が過ぎて、断食の祈りをして、さらに彼らが祈りの時間を続けたいと言ったんでしょう。その場合、彼らをその信じている主に委ねたと、ルカはここで記録しておりますね。で、2番目の括弧の段階で、委ねるとは何か。個人的には、自らの最善を成して、後、これ以上はいかんともしがたいところにまで、その限度まで、至っているということですね。それぞれの個人個人が最善を成してことを続けてきたけれども、それ以上はどうすることもできない、つまり自分たちの限度を超えてきたという段階であります。長老さんがいるにしても、牧会者がいるにしても、自分たちの限度を超えてきた場合、全能なる主の御手に頼り明け渡すのです。この段階で委ねるという信仰が働きます。自分の考えでできるうちは行動し、計画通りに進んでよろしいんですけれども、自分たちの考え、努力の限界に達したときに、全能なる神様の御腕に明け渡す、頼り明け渡すということですね。いろいろな正解の時に私たちは明け渡しということを学んでまいりました。自分の力を、もうこれは限界ですから、神様にお委ねしますっていうことが明け渡しですね。これは一般的にも世の中で使われます。お部屋を早く明け渡してください。家賃が払えないときに、大家さんからそういうことをよく言われますね。家賃が払えないならば、そのお部屋を明け渡してくださいということは、出てってください。つらいことです。信仰生活において私たちは、自分の心の中を自分が支配していることがありますね。クリスチャンで生徒たち、信仰深い方々で、自分の心をですね、 100% 神様に明け渡すことができない人がいます。それでいろいろな正解で取材になるのが、
全面的明け渡し。私たちは信仰深い人であればあるほど、自分のものは 100% 神様のものであります。自分の体も心も全ては主イエス様のものであります。そういう口では言っても、心の中にですね、本当に 100% 明け渡していない場合がある。信仰深い人の中にですね、多くの後輩たち、弟子たちがいる先輩の指導者の中で、そういうご自分の心が明け渡されていない場合があります。私たち、自分の心である自分の体なんですけれども、本当の所有者は私の作り主なる神様でしょ。ですから、私の心の中を、これはどうしても必要な大事なものですって言って、一つだけぐらいいいでしょうって思うんですね。私の心と体だから、この一番大事に思っているものぐらいは神様許してくださると思いますよ。確信を持っているんです。それは間違いでしょう。どんなに弟子たちが多い先輩であっても、また自分の心の一番奥底にあるものであっても、私のものは心も体も存在そのものが 100% 神様のものである。十字架で贖い取ってくださったイエス様のものであるんですね。それにもかかわらず、これだけは私のものですと頑張る人があるんですね。古い方も新しい方々も、本当に清められた明け渡しの信仰というものは残りがあってはいけないんですね。自分の大事なものであればあるほど、残さないでそれを 100%神様に明け渡してこそ、私たちは神様の子供であり、栄光ある名前がいただけるんですね。神様の子供であったならば、どうぞ残らず 100% 明け渡すことができる。じゃあ自分は何もなくなってしまうではありませんか。いや、そんな心配することはないですよ。今日のテーマは何ですか。全能なる神様に委ねる信仰というのは、後のことを心配しないでしょう。神様に明け渡し委ねたならば、その後のことは皆神様にお任せする。これが委ねる信仰というのですね。皆様方が今心配していらっしゃる問題があるなら、そのことも皆、今日の礼拝とともに神様に明け渡し、私たちの頭ではわからない神様の方法でもって解決してくださることであります。今日の御言葉を通して、どうぞ彼らをその信じている主に委ねた、これを委ねる信仰を私たちがもう一度再確認をいたしたいと思います。祈りましょう。天のお父様、主イエス様の十字架を通して私たちに全ての全てとなってくださいました。今日の御言葉、使徒行伝の御言葉を通して、私も一人一人が 100% 捧げること、 100% 明け渡す信仰を確認することができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。